皆さんこんにちは西安防災部ですいつもご視聴いただきありがとうございますあなたの心にロックオンこのチャンネルでは中国三峡ダムの最新情報と気になるニュースを詳しく解説しています短い動画ではありますがお付き合いのほどよろしくお願いします5月15日地上波では全く伝えられない中国三峡ダムの現況です 東水委員会によると朝8時の時の点で水位は1 6 3 2 5メートルとなっています昨日と比べると8 0センチほどの下落下がるペースとしては順調ですねただし1年前の今頃は1 5 4メートル6 8ですから8メートル以上も水位が高い状態です西安チャンネルですダムデータによると三峡ダムの水位が下がり始めています今月に入り、 放流量を少しずつ増やして、合わせて流入量も下がっているため、水位は下がることとなりました。直近で見ると、流入と放流の差が、毎秒1万立方メートルに広がっています。一日につき、80センチから90センチ近く下げている日もあり、順調といえるかもしれません。これについては、今のところ、予定通りですね。一方、下流の地域のグラフを見ると、軒並み流量が増え、水位は上昇しています。 三峡ダムの蛇口をひねると時間差で800キロ先の状況まで変えてしまうから驚きですこれから長江流域では雨が多くなります各地域の水位が高い状態で洪水シーズンを迎えると被害が出るかもしれませんね中央の放流ゲートの開閉目安となる毎秒2万4000立方メートルに到達しましたそろそろ臨時的に放流が始まるかもしれませんもちろん 去年にはなかった光景となります。下流地域での水位上昇は気になるものの、上流側の重慶の水位も上がったため、放流パターンを変えてきたようです。上流の観測所では、流量の下落が止まりつつあるようです。ここの流量は、三峡ダムに大きく影響するので、注意深く見守りたいと思います。オレンジのラインは、去年の同時期の流量の平均で、依然として水の量は多くなっています。 増水で考えられる原因は、次の3つ。1番の大雨先ほどのグラフを見てもらうと分かる通り急激に流量が増えその後、減少します2番の融雪こちらは毎年同じようなサイクルで雪どけの水が流れてくるので今年だけ多いということはあまり考えられませんそして3番今年の水が多いという現象の主な原因はこれではないかと推測しています 去年の水位はこのような傾きとなっており、5月10日は157.5メートルでした。今年の5月7日の水位はこのあたり、145メートルとの差は、だいたい23メートルですから、1日70センチほど下げる必要があります。これから1ヶ月の間、急激な下げをずっと続ける必要があります。去年と比べると一目瞭然ですね。現在の水位はだいたいこのあたりで、今のところ、線の上に乗っています。 ここ数日のように、上流で増水すると、たちまち達成できなくなる、タイトなスケジュールです。洪水対策が第一の目的で、ダムが作られたわけですから、これが第一優先。今は、水を貯めるのではなく、どんどん吐き出して、洪水期に備える段階です。その準備ができない状態で、シーズンを迎えるとなると、これは一大事です。 深夜3時の時点で見ると上流の観測所での流入は毎秒1万700立方メートルで三峡ダムは毎秒1万4300立方メートルですこのためダムの直近と南側の川からの流入の合計は毎秒3600立方メートルと推測されます上流の観測所の流入そして直近と南側の川からの流入の合計ともに減少しています 番組の途中ででですす。が、ここで臨時ニュースです中国がロボットと AI でダム建設計画をしているとビジネスインサイダーが伝えています危険作業の多いダム建設工事で AI とロボットを駆使し高さ1 8 0ルのダムを建設しようとしているそうですしかも遠い未来の話ではなく2024年までにということ無人のトラックブルドーザーそしてローラーなどの機材を使い人的ミスを防ごうというものだそうです 高さ180メートルということですが、黒部ダムが186メートルですから、あのレベルのダムをロボットで作るというのは、無謀な気もしますが、どうなるでしょう。以上、中国がロボットと AI でダム建設計画、の件でした。西安チャンネルです。今朝9時の放流量は、毎秒24,000立方メートルとなっています。ついに2万の大台を超え、24,000に到達。 計算上は80%ほどの発電状況と推測されますが、中央の放流ゲートからも放水の可能性があるため、80%までは行っていない可能性もあります。発電だけと仮定すれば、26機前後のタービンが稼働していることになります。こちらは下流側の様子で、去年の同時期の画像になります。5月8日に中国の新華社通信が撮影した写真では、だいたいこのようなイメージです。ただ 放流量が2万4000を超えた辺たりから発電設備だけでなく中央のゲートからも放流される可能性がありますここまでドバドバ放流とはいかないまでも1問もしくは2問くらいはオープンになっているかもしれません <noise> こちらは三峡ダム周辺の月別年間降水量です5月も中旬となりこれから夏に向け雨の量が多くなるものと思われますウィンディーで確認します 6時間前からのリアルデータを見ると、重慶の西あたりで雨雲が湧いているように見えます。ひょっとしたら、レーダーの切れ目なのかもしれませんが、西からどんどん雲が流れているということは間違いなさそうです。向こう1週間の予想データを見る限り、三峡ダム周辺での雨は少なそうです。日本列島はというと、雨雲が西から東に流れています。関西も朝から、曇り模様。すっきりしない天気ですね。 人類の歴史は多様な人々や国家の関わりを通じて形成されてきた三峡ダムについて述べた次の文章を読み下の問いに答えよ三峡ダムは世界最大級のダムと言われ洪水対策の切り札として建設された中国では長年洪水に苦しめられている一方で水不足でもあるそのためアという政策により水不足の解消を目指している あ、に入る言葉を次の4つから選択してマークシートに記入しなさい中国では4文字で国の政策を表すことが多いようです 南水北朝というのは中国の南の水を北京など北の方に送るという政策過去に取り上げましたが電気の場合は静電闘争といって水力発電や太陽光など内陸部で作った電気を沿岸部に送るというものがあります長江も下流のところから運河を作って北に水を送るプロジェクトがあるようです これは、一か所だけではなく、三峡ダムの上流にあたる、金砂港という川から、北に流れる黄河に水を流したりと、複数のところから水を送ろうとしています。さらに、三峡ダムの近くからも、北へ運河を作ろうという計画もあるみたいですね。それだけ、中国の北部では、水が足りていないということの裏返しなんでしょう。国土が広いだけに、インフラ事業の規模が半端ないようです。 ということで答えは2の南水北朝でした皆さんどうでしたかこれもプチ情報で何度も取り上げているので超簡単ですねご感想いただけると幸いです最後までご視聴いただきありがとうございますご興味がありましたらチャンネル登録とグッドボタンを押していただけると幸いですこっそりメンバーシップも始めてみましたそれでは次の動画でまた